ロッカジャポニカは日本の女性アイドルグループであるスターダストプロモーション所属。愛称はロジャポ、ロッカ、ロッカちゃん、桃色クローバー Z などのグループと共にスターダストプラネットを構成していた。同じくスタプラ所属グループだったサンバイトジュニア内の選抜ユニットとして結成された。2019年4月29日の中野サンプラザ公演をもって ヨッカジャポニカとしての活動が終了。2019年7月15日より、ナイトールナ、高市保、平瀬美里は、スターダスト所属の小学生二人を加えた五人による、新グループ、BOLT として再スタートした。グループの特徴メンバーは、グループの特徴について、以下のように表している。内山、人見知りが、多くが、それが、らしさになっている気がする。 どんな広い場所があっても隅っこに集まる5人。だけど、ステージに上がると汗を飛ばすくらいダンスが激しいのも、ロジャポらしさ。シーナ、言葉では表せない独特な雰囲気のあるグループ。ふんわりとした、アットホームな感じ。その中心にいるのがリーダー。曲がかかった時のすごく踊る雰囲気と、MC の時の、ほんわかした雰囲気のギャップがロジャポの魅力。高い。 ライブ中はもちろん、ライブが終わった後も幸せ。になる。タコ感。幅広からいすてきな楽曲、盛り上がる楽しい曲もたくさん。バキバキに歌って踊って、みんなとたくさん汗をかくが、メンバーはみんなどこか一つは抜けていて、すごく平和主義。また、楽曲については、以下のように表している。平瀬・ロジャポの曲は、色とりどりでいろんなジャンルがあり、すごいバラエティ豊か。 季節感のある曲や学生の時にみんなが通る出会い、受験、卒業などいろんな時の気持ちや大切なものがたくさんたくさん詰まっている音楽の宝石箱。ライブでは宝石箱全部ひっくり返しちゃうのでキラキラ感とワクワク感が半端ない。サンバイトジュニアとしての活動はサンバイトジュニアのページも参照2019年7月15日以降の活動は BOLT のページを参照順位は、オリコンウィークリーランキング最高順位。シングルアルバム6カジャポニカスプリングツアー2018、6カジャポニカレベリングツアー2019中野へ、5、ロ6カジャポニカ武者修行ギグライブのテーマとも言える言葉に、タコ感がある。これは、2016年11月28日エビス、リキッドルームで似て、内山アミがライブの感想を、 多幸感という言葉で表現した際に、平瀬美里が多幸感と聞き間違えたことから生まれた言葉。ロッカジャポーニカは多幸感あふれるライブを心がけていて、ライブの魅力の一つになっている。リーダーの内山亜美は、楽しい。だけじゃなくて幸せ。がやってくる、ポカポカ胸の奥が温まるような瞬間。その瞬間を、私たちは大切にしてますと言っている。 タコカンをテーマにした楽曲、タコカン、ロッカジャポニカも発表されている。また、ベース曲となる、タコ焼きマントマン主題歌をライブなどの出林に、使用していた、スタプラの先輩グループ、タコ焼きレインボーに、自家断版する動画も公開されている。日本を刺激する、日本を感動させるという意味が込められている、ロッカジャポニカ。名付け親は、キングレコードの宮本純之助と、 湯本和弘。2015年12月3日にサンバイトジュニア公式、ユーストリームチャンネルで配信された番組にて、湯本が命名エピソードを披露。なお、歌詞に、グループ名が含まれる曲に、強化、ショック、スパークルツアー、タコ感、ロッカジャポニカ、無限がある。公式キャラクターは、ジャポニーさん。富士山と太陽が合わさった、可愛らしいデザイン。 2018年8月1日、サイザダカツアーの新宿丸い面公演にて発表された。2015年1月のメジャーデビュー以来、学業、学生生活というテーマの楽曲を披露してきたが、2018年8月発売のホースシングル、サイザダカより、脳学習シーズンと題した第2章に突入した。これまで学習したことを脳へ伝え、新しいテーマへつながる。 というコンセプト。能学習シーズン第1弾となるサイザダカは即東洋を題材として記憶をテーマにした楽曲第2弾の無限は全東洋を題材として夢と妄想をテーマにした楽曲となっている。公式発表はないが以下のような結成日に関する言及がある。スタッフのキングレコードユモトカズヒロシとスターダスト吉村雄氏は 川上明の人のふんどしで一人ふんどし42にて初めて5人で走れ、お披露した2014年11月24日が結成日になると発言をしている。内藤ルナはみ蜜ロケットと結成日が同じだとインタビューで答えている。この時点では蜂ロケも結成日は非公表だったが、その後2014年10月29日だと発表されている。また、 平瀬美里は、初めて5人で集められて、走れ、を歌うと聞かされた日が2014年10月8日だと、ブログに書いている。ありがとうございます。